こんばんは、速稼ぎの久保です。今回はですね、特技というテーマでアンサーをいただきました。継続することが特技ね、なるほど。私はね、吉谷さんなら卓球と1点で答えてくるのかなと思ったんですけども、卓球のことは忘れちゃったのかなとか思いましたね。まあ意外なもので、私から見る吉谷さんと、吉谷さんがご自身で分析する自分自身と、これだけ大きく違うんだなと思いましたね。私は吉谷さんといえばね、卓球なのかなと思ってたんですけどね。はい、まあそれはさておいてですね、じゃあ特技ということなんですけども、これはですね、すべからく相対的にということが入ってくるんですよね。これ動画をご覧の皆様にお伝えしますけども、まあ、例えばね、私はお金を稼ぐのが得意なんですよ。得意なんですけども、もっと上手な人がいますよね。その人の前ではとてもじゃないけど私は言えません。私が自分のことをお金稼ぎが得意だよっていう時は、私よりもお金を稼ぐのが得意じゃない人に向けてになってくるんですよ。もちろん鉄棒が得意な人も、自分よりも鉄棒が上手な人ばっかりの環境ではそういうことを言わないですよね。同じようにですね、例えば女の子を口説くのが得意ですよっていうふうなね、そんなことを言う人がいるとしても、もっと得意なね、まあ、ホストクラブの白崎仁さんとかね、その他ナンパの帝王みたいな人いますけども、そういう人がずらーっと並んでる前で女性を口説くのが得意ですっていうのはなかなか言えないと思うんですよ。そうなんですよね。私たちは何をもって特技とするか、何をもって下手と苦手とするのかっていうのは、全てですね、自分と他者との相対関係においてということになります。さあそこでですね、私はいつもね、ビジネスをしているときも思うんですけども、自分の得意なことを自分の不得意な人に対してセールスは成功するんですよね。例えば私はセルフバックで3年間で300万円以上稼いできました。そして未だにセルフバックやってるんですよ。セルフバックむちゃくちゃ得意なんですよ。多分私の前に立ってですね、セルフバック得意ですっていうふうなことを言える方っていうのはなかなかいないと思います。同じようにですね、私はサイト作りが得意なんですよ。アフィリエイトサイトですよね。これ1万4000サイト作ってきまして、月収で300万円以上18ヶ月ですか、上げてきました。この実績の前ではアフィリエイトが得意ですって言える方っていうのは少ないと思うんですよね。メールマガジンの読者の獲得っていうのもきっちり1年で私は2万人広告もなしに集めてきました。ということはね、メールマガジンいろんな方されてますけども、多分私ぐらいの速度でやってる方ってあんまりいないと思うんですよ。まあこういうふうにしてですね、自分は、多くの人から見て、あ、久保さんこれが得意ですねって言われるようなことをやらないと、まあ一人前といいますかね、その道でのプロにはならないかなと思っていたんですよ。で、まあメールマガジンもそうですし、それから SNS マーケティングもそうですしね、まあ YouTube もそうですし、セミナーの回数もそうですけども、こういったものを私が教えることをお金にしていた時期があるっていうのは、私以上にやり込んでいる人がいない、私以上に特技としている人がいないというね、その相対関係において、私の方が勝っていると思ったから全てを商品にしたんですよね。A さんはここまで、B さんはここまで、C さんはここまで、私はここまでだったら、ABC さんに全員に商品が売れるわけなんですよ。で、ABC さんに全員商品売った後に、C さんに対してどういうアドバイスをするかっていうと、B さんと A さんには C さんのこの差がね、価格とか商品の価値提供になりますよ、サービスの価値提供になりますよっていうふうな指導方法でした。いつも私はそういうふうに相対関係がどういうふうに働いているのか、相対速度がどのくらいなのかってことを考えて計算して価格をつけたりサービスっていうものを作ってきました。さあここまで言ってですね、ちょっとだけ話題が変わります。今この動画をご覧の皆さんはおそらくですね、どこかでお勤めになっていると思います。コンビニで働いているのかもしれませんし、商社で働いているのかもしれませんし、もしかしたら経理か何かをしているのかもしれません。とにかく何か働いていらっしゃいますよね。で、働いている以上必ず誰かの役に立ってて、ありがとうって言われてるはずなんですよ。で、お礼としてお金もらってるはずなんですよ。そういうふうな認識あると思うんですよ。これがね、何を意味するかっていうと、大丈夫ですってことなんですよ。一つの組織の中にいてですら、その一部のセクションにいてですら、感謝されて、人に喜びを与えて、それによる報酬をいただいてるってことは、大丈夫なんですよ。そんな一部ですら、そういうふうに成り立ってるわけですから、自分が自分の人生を歩むときに、
自分のビジネスをやっても必ずね喜ばれて役に立ってお金いただけるんですよ、うん、だから誰かのどっかの組織を手伝ってですら役に立ってお金もらえるわけですから、自分の一番ね特技とすること、うん、これを自分よりも特技とは言えない方に対して提供したときにそれは喜ばれるんじゃないかなと思うんですよ、うん、そういうふうにして、ね、結果を出していただきたいかなと思いますよね。で私のね、まあ塾生さんでも、まあ私塾生さんのねなんか実績をねひけらかすのってあんまり好きじゃないんですけどもね、うちの塾生でこんな人出ましたよって、うん、だから一番軽い例言いますけども、その YouTube をねアップロードしてる方がいらっしゃるんですよ。顔出してね、まあ何人もいますけども、その方がじゃあ何をビジネスにしたかってことなんですけども、 YouTube のアカウントを作って Gmail を取ってね、で動画をアップロードするっていうこの作業を商品にしてるんですよ。どう思います？これは多分この動画を見てる方、そんなもん金にすんなよと思いますけども、うん、その方はね特典として Twitter のアカウントを作って LINE の解説をすると、これも特典でつけてるらしいんですよ。 YouTube ができて LINE ができて Twitter ができるという、この3つのセットが商品になってるんですよ。298,000円、サポート3ヶ月、どうですかね。このサービス喜ぶ人がいるんですよ。これですら売れるんですよ。いっぱい売れるって言ってました。すごいいっぱい売れるって言ってました。で特典でセルフバックをやったりするらしいんですよ、うん、これ難しいですかね。おそらく簡単だと思うんですよ。で LINE を覚えた方からはむちゃくちゃ喜ばれてね、お礼までいただいてるそうです。費用の他にそれなんで喜ばれてるかって言ったら、LINE ができるようになったから孫の写真を息子が送ってくるんだって言うんですよ。送ってきてパーッと開いてね、でそれを見て、あ可愛いな孫とか言ってね、あすごい可愛いねってメッセージを送るらしいんですよ。そしたら毎日毎日、うん、もう画像が送られてくるのが楽しみで、で送られてきた画像を周りの人に見せてみたいなね。で、うん、本当に下手したらね何年も息子や孫に会ってないのに、まあ、こうやっていつでもね見れるんで毎日ね楽しいそうなんですよ。でそのうち返信にね、自分の画像を写真撮って送ってみたりとか、それから自分の関わってる町内会の集会のねお茶を飲んでる様子を送ってみたりとかしてコミュニケーションが成り立っているそうなんですよ。まあ実際は何年も何年も会ってないってことはないんですけども、ただねやっぱりこう年に数回会ったとしてもそんなに押し付けてゆっくりみたいなこともないですし、なぜ一番いいのがねここで会いますよね。1年後ここで会いますよね。例えばお盆に会って次の年のお盆に会うと、この間の隙間が全部埋められるから、久しぶりに会ったのにもう昨日会ってたこのようにね話がスムーズにいくらしいんですよ。で子供の成長、孫の成長もこうやって日々見てられるんで、ものすごくね人生楽しくなったと言われてました。79歳の方が29万8000円払ってこの YouTube、LINE、Twitter というねこのサービス買ってるんですよ。大満足でものすごく毎日楽しいと、うん、本当に大感謝してるみたいですね。特にその方はお金に余裕があったわけではないんですけども、ただね旅行に行って息子さんや孫に会いに行くことを考えたらものすごくね費用的にも楽だし、うん、やっぱり長距離の旅行って応えるらしいんですよ体に。で忙しい息子にも来てくれてもなかなか言いにくいから、これは素晴らしいなと、本当にありがとうっていうふうにして、その人は自分のお友達にも広めて、でその方はですね初月で月収100万を突破したって話なんですよ。29万8000円のサービスを一人に売って、そして1年ぐらい経ったらその方がね、うん、これはすごいサービスだ、 LINE ってのは面白いと、 Twitter はまあ使ってないけども、でも YouTube っていうのも見ることができるようになったと。 YouTube のアップロードとかちょっとね勇気がないからできないけど、とりあえず YouTube でいろんなものを見ることができるよと、うん、で一番使ってるのは LINE だよって言ってたんですよね。でそれを周りの方に話したら LINE のやり方を教えてみたいになって、でもいやわしはね教えるほどは分からんのじゃ、この人が教えてくれるからって、29万8000円らしいぞで、3件契約持ってきて、3件でね、まあ100万じゃないですけど、はっきり言って、月収100万、フェーズといってね、
そういうふうに私は認定して、あ、月収100万いったねと。で、次の月も何人かね、取れればいいかなというところですよね。あとはね、営業なんてしないです。あの、お年寄りって言ったら失礼ですけども、その79歳のおじいちゃんね、この方が周りの人に話して、周りの人がまたね、じゃあそのパッケージ買って、で、得意になったら周りの人に教えてあげてもいいんだけども、やっぱりね、サポートするのがどうもね、苦手だからっていうんで、この人に聞いたらいいよみたいな感じで広まっていってるらしいんですよ。で、ものすごくね、人数多いらしいです、この年代っていうのは、うん、だから昔からよくね、お金を儲けたいんだったら、今人数の多くてお金そこそこ持ってる、高齢者の方相手にしたらいいよって聞いてたけども、実際何売りゃいいのか分からなかったそうなんですよ。介護ベッドでも売りゃいいのかなと思ってたらしいんですよ。でも意味がやっと分かったんですよ。インターネット苦手な人、その人にインターネットのツールの初歩の初歩のほんと最初の一かじり、中学に入った、ね、女の子とかがお父さんお母さんにスマホ買ってもらって一番最初に覚える、あの LINE のちょこっとしたレベルのことをやれば大いに喜ぶらしいんですよね。うん、それすごいなと思いましたね。うん、これ嬉しいなと思いましたね。そう考えたら私はね、やっぱりこの隠居っていうのすごくいいなと思いました。あの、隠居して地域の方に関わってどんなことをね、教えてもらいたいかっていうのが、まあ、見えてくるわけなんですよ。そうなると本当にね、そんなことでいいのみたいなことで大喜びすると。これは相対速度があるからですよね。中学生高校生二十歳前後の子っていうのはほっといても自分でスマホのね、アプリとかどんどん使うわけですよ。でも70過ぎると60過ぎるとスマホのアプリほっといてバリバリ使うかって言ったら使わないですよね。人に勧められても面倒くさがるんですよ。でも何に使えるかとか、どんな便利さがあるかってことを気づかしてあげると、もうね、やりたくてしょうがなくなるんですよ。で、やりたくてしょうがないんだけど、自分にスキルがないし、自分でスキルを構築する意欲もないんで、この相対速度がお金になってそうなんですよね。はい、まとめますよ。その方が中学生に LINE を教えても多分500円もくれないと思います。お金の問題もありますけどね。でも、いや、自分でギャラもんになっちゃうんですよ。でもその方が今度高齢者の方にその LINE の方法とかを教えるとね、ありがとうみたいな感じで費用が発生すると。やってること同じなんですけども、誰に手を出すかによってこれだけ結果が違うんですよね。で、私はね、その時思ったんですけども、別にこれ中学生や高校生がアルバイトで60代70代の方に教えてあげてもいいよねみたいなね、ということなんですよ。だからこれからね、中学生や高校生がアルバイトに行きたいと思っても、マクドナルドに行ったりファミレスに行ったりする必要ないと、うん、スマホの使い方を教えてあげればいいんじゃないのと。で、教える人って周りにいっぱいあるでしょって。高齢化、少子高齢化なわけですから、ほんとご近所の方と幼い頃から仲良くしていって、中学や高校になった時に、私スマホ情報局始めたのみたいな感じで、女の子がね、自分の私これが会社とか言ったらね、どうでしょうか。温かく見守ってくださるご近所のね、そういった大人たちが、じゃあまあこの子から買ってあげようかねと、協力してあげようかねっていう風になるんじゃないかなと思ってますよね。で、こういう発想を親が持ってるのかどうかってことが、すでに子供の人生を変えてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、で、私はね、本当に自分の人生が40からでしたけども、こういう風に新しいテクノロジーによって支えられていて、かつ私の新しく生まれてね、大和くん息子も、そのね、なんかいきなりこの辺からスタートなんで羨ましいなと思いましたね。もう生まれた瞬間から何不自由ないみたいなね。で、もう下手したら競争もないかもしれないですね。前回のテーマは競争だったんですけども、で、競争っていうのは結局誰かが限られたものをゲットするために行われるプロセスなんですよね。世の中には物は有限なんですよ、うん、で、彼女も有限なんですよ、うん、取り合いなんですよ、すでに椅子取りゲームなんですよ。でもですよ、生まれた時に全てが整っていたら、もう競争しなくていいんで、進学とかね、受験戦争とかね、就職活動とか、出世競争とか、全く縁がないという、そんな人生が最初からできるわけですよね。で、あとは、私のね、考えてることっていうのは、それでも競争したかったら、まあ、スポーツの世界とかね、芸術の世界とか、音楽の世界とか、その競争の結果が、生活費とか、金銭とかに全く関わらないもの、まあもらえることはもらえるけども、なくても自分の
知的好奇心のまんまに頑張れるものが咲かせたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ無駄話が過ぎましたけども、どのようにお感じになったでしょうか。それでですね、今回お題をね出そうかなと思ったわけなんですけども、今回はちょっといいかなと思います。まあいろいろとね考えてたんですけども、私からのお題はね今回なしということなんで、またセミナーの内容とかでもねお題にしていただければいいんじゃないかなと思います。そうですね、最近面白いなと思ったことっていうのを一つ挙げましょうか。それはですね、花屋龍馬さんっていう方がいらっしゃって、私すごくその方のことを気に入ってですね、でまあ応援する動画を作ったりとか、速稼塾の塾生さんに紹介して、こんな人がいるよっていうふうにやったらね、まあ塾生さんっていうのが花屋龍馬さん宛てにワントゥーワンの動画をたくさん作ってくださったりとか、でひいてはですね、小野里さんも私の動画を通じて花屋龍馬さんのことを知って、花屋龍馬さん宛てに、小野里さんが動画作ったりしたんですよね。で花屋龍馬さんって小野里さんのことをよく知っててですね、ファンだったらしいんです、動画のファンで。小野里さんみたいになりたいみたいな気持ちあったんでしょうか、ご覧になってたみたいなんですけどもね。でその中で、すごいんですよ、この花屋龍馬さんの戦略っていうのが本当にね、よくやったって感じですよね。で私も花屋龍馬さんの戦略に負けず、実はね、私がビジネスをするなら、まずは自分よりもチャンネル登録や再生数の少ない人の動画を見つけて、その人を取り上げて、よいしょして、その人との関係を作っていって、その人に対して商品売るみたいなことをね、一人ずつしていくってことなんですよ。で、そういうことができるなと思ってたんですけどね。まあ、私の場合はそういうのがないんで、花屋龍馬さんを、ただ、何の見返りもなく、何の欲望もなく、応援したいから応援してるというね。これこそまさに、なんていうんですかね、何かの目的でやってるわけじゃなくて、心の衝動とかね、ファンのために何かしてやってるって感じです。私は花屋龍馬さんのファンなんで、私はね、花屋龍馬さんのファンなんで、この人にうまくいってほしいなと思って応援動画を撮ったんですけどね。まあでも本当にいろんなことが考えられるなと思います。すごく面白いですね、そのビジネスっていうのはね。で、ビジネスなしにビジネスのフレームワークをするともっと楽しいですよね。なんせね、自分が得しようと思わないっていうのはものすごく楽ですね。楽だし、ありのままですね。最終的にお金もらわないとしょうがないんだみたいなバイアスがかからないんで、そんなお金なんていらないと。なんかね、すごいいいなと思いましたね。私に向いてたんじゃないかなと。そのビジネスをしないっていうのが向いてましたね。で、結果的になんかね、入金があるんでビジネスになっちゃうのかもしれないですけども、私はもうなんかビジネスのノウハウを持ったまんまビジネスをしないっていうのが、とってもなんか心地がいいと言いますかね。そんな気がします。はい。いろいろとグダグダ今回喋ってしまいました。本当に無駄なことも言いましたけどもね。何かの足しになれば幸いでございます。それではこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。